はい、酒好きの本の新潟人の飲酒動画です。が、今回は、ちょっとですね、皆さんにお伝えしたいことがありまして、動画を、撮ります。ですね、以前から、僕のコメント、動画のコメント欄にですね、いろいろあったんですが、それがですね、主に、何々の酒をレビューしてくれとか、主に何とかのレビューをしてくれとか、っていうのが結構大多数ありまして、で、確かにその要望に実に応えたいのは山々なんですけど、いかんせんですね、僕として金がないという事実と、で、なおかつ、他にですね、飲んでないウイスキーとか、お酒、ここの、今、ここに見えてると思うんですが、これだけでも大体10本ぐらい、ここら辺に、あるんですね。で、さらに、上にですね、段ボール箱でですね、2、3箱、全部、ウイスキーだったりとか、っていうのが、結構ありまして、で、その関係で、皆さんの要望にですね、実に応えられないというのが、現状なんです。で、その現状をですね、打開するにはどうしたらいいかと。言いますと、ぶっちゃけて言うと、そうですね。これしかないと。ニコ生のリスナーさんとも相談してですね、これしかない。その一つの方法が、寒波です。そう。寒波。というね、方法に行き着くことになりましたことを申し訳なく思いますが、ですね、下の詳細の方に、書いておき、置いたんですけど、寒波というサイトでですね、僕の方に、15円以上の寒波が、できるということで、そういう、いろいろレビューしてもらいたいっていうのは非常にわかるんですけど、やはり、僕としてもやっぱりね、全部に答えられないっていうことで、お金でね、なんとかで、世の中ね、結局はお金ですっていうことでね、申し訳ないんですが、そうですね、カンパしてもらって、で、その、お酒をね、レビューしてほしい、あれがあれば、そういうコメントとかを残してもらって、それで、それでなんとかね、僕の方もレビューをしたいと思います。確かにね、ちょっとおこがましいっていう点もあるんですけど、そこはいろいろ考えた結果こうなって、ことで、ご了承いただきたいと思います。ということで、別にカンパしてくだされなくても全然問題はありませんけど、やはり、どうしてもこれ飲んでもらいたいとかね、これ飲んでくれとかね、結構そういうのはありますんで、そういうのを、なんとかこのマネーで、ね、解決できるものは、ね、解決しておこうじゃないか。当然そのめちゃくちゃ金を持ってる人間もね、このリスナーの人にはいるだろうし、僕はもう全然金がないんで、やっぱり、そこら辺がちょっと買えないっていう意味でね。金がないっていうのもあるし、いろいろとね、スペース的な意味でも、あるんですけど。ということでね、そこら辺、ちょっとご了承いただきたいと思いまして、今後のね、動画の方にもね、寒波サイトのね、寒波という、サイトの、告知の方をね、させていただくことを、ご了承いただきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。